やっほー、こんちゃー、クルダゲームズのユタとクルです。今回の動画は幻冬ですね。はい、初めての投稿にはなるんですけど、今日は SSR の洗濯箱についてですね。うん、あれがね、何を選んだらいいかって分かんない人が多いって話を聞いたので、うん、それをねちょっと詳しく説明していきたいと思います。はい、今後幻冬に関する情報やガチャなども出していきますので、チャンネル登録もしてもらえるとモチベーションなのでお願いします。まず SSR 洗濯箱とはなんですけど、どこでもらえるかなんですけど、この画面の新人イベントですね、これで得点を重ねていくと、累計でもう自分取っちゃったんだけど700ポイント貯まると SSR 洗濯箱がもらえるんですよね。はい、でこれで注意点なんですけど、これはピックアップのガチャですね。今回だとネメシス、このキャラはこの洗濯箱ではもらえないですね。あ、そうなんだ。はい、これを獲得しててももらえません。これがピックアップが外れたとしても今後ももらえないらしいので、そこだけ注意点ですね。じゃあこのネメシスっていうのはこのピックアップのガチャでしか出てこないってこと？今のところはここだけなんだけど、今後はこっちの方に移動はするんだけど、移動しても洗濯箱とかああいうのでは獲得できない。なるほど。らしいので、そこだけ注意してください。じゃあ本題なんだけど、この SSR の武器箱っていうのは何と交換すればいいの？これはいろんなね賛否があるんだけど、自分が持ってない SSR 武器が一番いいんだよね。うん、で理由としてガチャの武器商店ですね、うん、ここで闇市コインと SSR の武器交換できるんだよね。ねえ、そうなんだ。そうだけど、これは条件として自分が持ってる武器と交換できるんだよ。はいはいはい。持ってない武器は交換できないわけ。うん、でも洗濯箱は持ってない武器をゲットできるんやね。そうだね。うん、だからできれば持ってない武器と交換した方がいいんだよね。ということは持ってる武器はこの武器商店で1凸とか凸ができるっていうことやね。そういうことですね。ガチャで被らなくても。うん、なるほど。そうなんです。このゲームの武器ってのは1凸するとめちゃめちゃ強くなるんだよ。うん、どの武器もね。はい、だから1凸から本領発揮的なところがあるんだよ。うん、なのでまず武器を持ってることが結構強い。なるほど。あと融通も効くしね。はいはい。で武器にはタイプがあるんだよね。何かというと攻撃タイプとか防御タイプとかサポートタイプっていう3パターンがあるんだけど、うん、これの自分が持ってないタイプを選ぶのがいいんだよね。なるほど。まあ、例で言うと、例えばサポートタイプが分かりやすいんだけど、ココリッタ、うん、あれって回復させてくれるじゃん。はい、とかペペの武器ですね、うん、これはサポートだよね。例えばこういう武器をいっぱい持ってる人とか、防御タイプをいっぱい持ってる人って攻撃タイプをあまり持ってないとすると、ストーリーの進めがね結構ね遅くなっちゃうんだよ。敵を倒すのに時間かかったりね。そうそう。例えば攻撃タイプは斧とかセミールの銃とか、あと翼の矢とかね、うん、はい、あの辺が攻撃タイプなんだけど、その辺持ってるとストーリーの進めがすごく楽なんだよね。はい、なので偏った武器を持ってる方はそっちでない方を選んだ方がいい。なるほど。攻撃タイプが多かったら防御かサポート、サポートとか多かったら攻撃みたいな感じで、はい、そこを基準で選んでください。なら攻撃型も防御型もサポートも全部3種類持ってたらどうするの？そういう方は最強武器と言われている武器を選ぶべきですね。例としてキングの鎌、翼の矢、セミールの銃などが挙げられるんだけど、この辺を選んで凸してもいいかなと思う。なるほどね。それでもやっぱ課金とかガチャ回して今言ったやつ全部持ってる方って多いと思うんだよ、うん、そういった方は自分の意見として自分だったらキングの大釜を選ぶかな、うん、凸するってことだね。そう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 、これはあくまで自分の意見ですね。はい、あとは自分の戦闘スタイルによって決めた方が自分はいいと思ってて、うん、例えば自分とか来るってさ、ガンガン相手に攻めていきたいじゃん、うんうん、こういう人ってのは、まあ、攻撃タイプを選ぶわけだ、はい、大釜であったりとかセミの銃であったりとか、こういった人は、まあ、その辺を突入するか持ってなければ選んだ方がいい。逆に味方をねサポートしたい感じ、うん、の人だったらココリッタを選んだ方がいいんだよね。はい、なんでこれは自分のスタイルがどういうスタイルかによって変えた方がいい。でタンクってのが防御だね、うん、これでおすすめなのはやっぱりメルトシールド。このメルトシールドってのが結構強くて、うん、これが今ね自分の中でも使おうかなって思ってるぐらい強いんだよね、はい、タンクは自分あんまスタイルじゃないからメインとしては使わないけど、やっぱタンク好きな人っていると思うんだよね、うんうん、仲間を守って攻撃するとか、そういった人はこれを凸するかこれをもらってもいいかなと思います。はい、まとめなんですけど、まあ、結局のところ自分が好きなやつってなっちゃうんだけど、自分の中の優先順位としては攻撃タイプをいっぱい持ってるんだったら違う逆のタイプだね、うん、サポートか防御、逆に防御サポート持ってる方は攻撃で、凸ってのはあんまり考えない方がいいかな。持ってない武器を取りに行った方がいい。なるほど。うん、ガチャで SSR を当てるのって結構難しいから、ピンポイント狙えると結構熱いわけ。そうだね。うん、なので
どっちかでは凸よりも持ってない強い武器を取りに行く。でも全部持ってる方もいると思うから、そういった方は自分のスタイルに合った武器を取りに行った方がいいと思います。はい。逆にクルはなんか自分はこの武器がいいなってのある？クルはね、ガチャ運がなかなか良くて、はい、ココリッタ、セミール、翼、メリルっていうなんか結構強いキャラが出たんですよ。そうだね。そう、クルはすごくガチャ運はいいね今んとこ。だけどキングのあの鎌がなくて敵のシールドをね壊すのに大変してるから、うん、クルは SSR の選択箱でキングをもらおうかなって思ってます。なるほど。一応ねキングがなくても SR のハンマーあるじゃん、うん、このイーネのハンマーね、うん、これがあれば一応シールドは割れるんだけど、やっぱりね大釜の方が強いね。そうだね、うん、なのでやっぱ大釜持ってない方は俺は結構大釜をおすすめします。はい、はい、では今回の動画は以上になります。一応僕たちはねルビーサーバーでやってますので、はい、もしねたまたまルビーサーバーであったりとか今から幻灯を始めてルビーサーバーで一緒にやってくれるよって方いたら、ぜひねコメント欄でフレンド申請してください。僕たちもねまだ始めたばっかでフレンドがいないので、はい、ぜひみんな友達になって一緒にね狩りに行きましょう。そして幻灯の情報とか皆様がね知ってるようなことがあればぜひコメント欄にじゃんじゃんお願いします。お願いします。ではご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、ツイッターの方も概要欄に貼ってくるのでぜひフォローお願いします。では次の動画でバイチャー。